っちゃ事故ってるっぽい。演出した、恥ずかしい。事故ってるっぽいね、ほら。なんか事故ってる癖、ぶつかったんか。アミナアウトレット行って、りさこちゃんのクリスマスプレゼントを買おうということで向かってるんだけれども、初手から事故って。で、去年はアップルウォッチをあげたのね。マジ今年何にしよう。だから A やってるから画材とか買おうかなと思ったんだけど、画材の知識が何もないんだよね。だから下手げに変なもん買ってもさーっていう話じゃない。だからとりあえずアウトレット、アミナアウトレット行って見ようかなと思って。お坊さんクリスマスやんのとか言われちゃうかもしれないけれども、やるよ。ぶっちゃけ結構やってんじゃない、みんな。なんかね、どっちかっていうとね、そのキリストの誕生日を祝うとかじゃなくてさ、単純にイベントだよね。日本の風物詩としてイベント感覚っていうのはあるかもしれない。俺なんかそうだよ、そのクリスマスプレゼントっていうものを買うんだけど、これが困ったんだよね。いや、調べたんだよ。女の子が欲しくないって言ってる時は何をあげればいいですかとか、お花、化粧品、ヘアアイロンだとかさ。で、当初はね、去年アップルウォッチをあげたから今年はエアポッツをあげようと思ったんだけども、うちには Mac 製品がめちゃくちゃ溢れてるのよ。 MacBook、iPhone、iPad 3台もね、アップル製品を使ってるわけだよ。じゃあそういう時どういうことになるかというと、なんかごっちゃごちゃになっちゃうんだって。イヤホンが、Bluetooth イヤホンが無線より結局有線の方が使い勝手、場合によっちゃいいんだよね。だから AirPods はそのリストから消えたわけよ。やっぱりね、マニュアルのドライブは楽しいね。で、25日は実は結婚記念日なんだよ俺。去年たまたま年内中に籍を入れたいっていうことで12月頃バタバタしてて、仕事の関係上どうも市役所に行くのがそこしかないってことで12月25日になった。なかなかすごいでしょ。お、牛久大仏が見えてきました。いや、大きいね。日本一大きい大仏、牛久大仏。ちょっと近くで泊まって見てみるか、せっかくだから。牛久大仏です。ほら、でかいですよこれ。 iPhone の1倍、ズーム1倍なんだけど、収まりきないの。ここでこう見れば分かる、 iPhone の1倍ってこれだからね、収まりきらない、それぐらい大きいんで。茨城の観光名所の一つだね、牛久大仏っていうのは。そう、仏像っていうのは立像だったり座像だったりね、涅槃像で言ったり、いろいろな姿形のね、仏さんがいるわけよ。まあ、もっと分かりやすく、座ってたり立ってたり寝てたりいろいろするわけよね。まあそういった部分でね、日本で一番立ってて高い仏像って言ってる間に、もうアウトレットは近くまで来ました。アミプレミアムアウトレット到着。はい、到着しましたね。まあなんでこんな一番遠いとこ止めたかというと、まあただ単にこれをやりたかった。走りあるある、一番遠いとこに止めるやつみたいな単純にこれだけよ。ひどいね、平日っていうだけあってもうガラガラだよね。ほら見て、俺の車1台だけあそこポツンって止まってる。チェイサーちゃん、とりあえず高知でも行ってみるか。店内撮影禁止だと。買っちゃった買っちゃった、1個目で買っちゃった。リンツ、リンツです。リンツはどうなん、撮影ダメだ、リンツ撮影買っちゃった。リンツ、なんかリンツも好きみたいでね。今5時なんだけど、間に合うか分かんないんだけれども、町田に行くかと思って。町田、まあ前回スヌーピーミュージアム行ったでしょ。で、なんか茶色のスヌーピーがね、すごくね欲しがっててね、それを取りに行こうかなと。それのためだけに2時間41分かかって152キロ。また渋滞とかもこれからもっとするから、3時間以上かかると見て、多分行ってもギリギリになっちゃうと思う。8時前だから、あー間に合わない、これは絶対に。
れ鍵閉めてなかったし。調べた結果22時までやってた。行くよ町田、今から行きます。じゃあ頑張っていきましょう。高速乗りました気合だ。すげえね、エミワンジェンパー。筑波から町田まで爆走。そのスヌーピーのぬいぐるみを手に入れるためだけに。あれは夏限定のモデルらしくて、あそこはスヌーピーミュージアムがあるから優先的にそういったあの犬のグッズがいっぱいあるらしい。ただ俺は一回あの犬に対して4000飲まれてるからね、なんとしても首にガツってね、もうとっ捕まえないとね、あやつをね。相変わらずジョーバンド早えな。みんなチェイサーこうやって乗ってるとね、やっぱりクラウンと比べちゃうとすごいね。みるみるうちに減っていくよ。でも実際ぶっちゃけさ、こう乗っちゃうとさ、なんかただの車っていう感覚はもう部分はぶっちゃけある。 外面見えないから、自分で運転しててね、見えるのはそのコックピットだけだから。理想であればね、ここに3連メーターだとかさ、もうちょっとさ華やかにさせたいけどね、えまあねえ、これがやっぱりね、そのお金ね、俺の最近お金について結構喋ってるけど、やっぱりね若い子もね、前も話したけど苦労してんだよね。すげえんだ俺のコメント欄、この車いくらで買いましたかっていうやつすげえ荒れるんだもん。親の金で買ったとかさ、親にローンしたとかさ、それ別に良くないとか思っちゃうの俺だけ？親に借りた方が利息かかんなくない？両親もさ、そんな生活苦しくなるまでさ、息子にさお金なんて貸さないじゃん。それで親のすねかじりだとか言って、いや返してるんだけどなと思って、それをなんかそういう風に言うのもなんかよくわかんないな。俺無駄に利子払ってる方がさ頭悪いなとか思っちゃう、借りれるのにさ。あとはなんか一括で買えないのとかさ言うけどさ、いや無理でしょ今のこの物価高とかさ、スポーツカー高騰してんだから。多分大体ね、そういう風に言う人は30代から40代の人多いんじゃないかな俺の予想。いやだってさ、普通に考えてさ、ちゃたってもやっぱ20年前とさ今比べてさ、給料は上がんねえのに物価が高くなるってとんでもねえと思わない？むしろ給料ちょっと下がってぐらいとかあるからね。コロナだっていろいろな影響あるのにさ。まあいいよ、自分ら今現在お金持ってくからさ、そういう風に言えるかもしんないけど、自分がその人の立場に慣れてないっていう人が多かったりするのかな、そういう風に言う人は。ローン、何年ローンとか、RX7 にそんなローン組んだの？10年ローン？やばくね？バカじゃねえ？みたいな言う人いるけどさ、俺別にいいと思うんだよね。じゃあ一つ言うけど、400万だとして、まあまあなんか利息とか何やら含めても、いろんなの含めても、じゃあ仮に500何万貯めたとします。10年間かけて、じゃあ10年後その RX7 が500万ちょっとで買えますかっていう話なんだよ。思わない？俺は多分無理だと思うね。多分だってさ、株とかさ、なんか株式とかこうやって増えていくよさ、スポーツカー自体ってさ玉数は絶対増えないからね、無理じゃん。じゃあ例えば我慢してね、 RX7 その10年後どうにか買えますってなった時にね、その時のその20から我慢して30になった時の自分の環境ってどう置かれてるか分かんないしさ、プラス本人結婚してるかもしれない、子供いるかもしれないとかさ、いろいろその家買ったりだとか、そういういろいろな環境の中さ、そんだけ貯めて買うってさ結構むずくね。守るべきものがあるとさ、なかなか乗れなかったりするじゃん。でそんなって、あああの時買っとけよかったなとか後悔してもさ、悔い残るだけじゃない。20歳で車買ったらさ、ローンして組んでも20歳から30代その10年間でしか得られない思い出って絶対あると思うんだよ。そう考えるとさ、その車を買うっていうことはさ、年齢プラス他にアルファがあるの、プライスレスなんだよ。20代の思い出は20代しか買えないじゃん。もちろん30代でしかできないこともあるけど、若いからこそ楽しめるっていうことはあるんじゃないかなと俺思うんだけどね。20
20代でセブンに乗る人生と30代で乗るセブンの人生違くねってなっちゃわない。そしてなぜ俺が金額聞いたりとかいろいろそういったことをしていることかというと、今若い子って最初にも言ったように車が高くて買えないんだよ。でも車持ってる人がいる。え、どうやって買ってんのってなった時に、俺がそこでいくらで買ったか、何年ローンで買ったか、お仕事を何の仕事してるかってなると、あ、俺も同じ仕事してるし同じ年数だったらなんとなく車買えんじゃないかなっていう風に思って、少しでもその人の車を買う手助けになれればいいかな。もちろんその生活とかもあるから、そのあたりは考えながらね車買わなきゃいけないんだけれども、まあ俺がその悪魔のささやきなのかわからないけども、背中をスッて押してあげられてるのかな。やっぱり今生活がさ、いろいろきついじゃない。正直月20万もらえればいい方なのかわかんないけどさ、増税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 ばっか。本当にもしかしたらね、走行税を追加します車にね。その時に俺が前に立とうかな。俺はこの動画を持って、若者はこんだけ苦労して車を買っているのです、その中で国民に対して走行税やら何やら税を取るんですかと訴えかけるね動画を国に提出しようかなと、その時が来たら。そしてそういった税金はちょっとなるべく取るのやめましょうよ、逆にクラシックカーほど減税しましょうよっていうね、政治家になっていっぱいお金もらってチェイサーマーク2アリストたくさん乗ってたくさんドリフトをするっていうのもありじゃないかな。やばいやばい。でもちょっとももりもりしたけど、でもそういうことよそういうことよ。クラシックカー減税しようや、もうちょっと外国みたいに見習おうよ。ねえ、誰か見てない国の人、俺が強化クラッチで渋滞の中チェイサーを運転して町田に行く動画見てない？よっしゃ、町田着いたぜ。800円。さあ、へい。やっぱこの立体のさ、この音良くない？ちょっとわかる。立体でこう加速するのわかる？これめっちゃ良くない？これ。立体さ。そう、マフラー音が響く感じ。高速でいくらかかったの？4000の、あ、3分の1だから、そっか、結構すんのか。まさか売ってないと思うけど。出品にしよう。こういうことじゃないんだよね。違うね、こういうことじゃない、こういうことじゃないんだよ。こういうのはね、頑張って撮るとことにね、価値があるからね。着きました。誰もいないところ。なんかもう夜景だもんね。とりあえず着いたんで行きますか。ああ、チェイサーかっこいいね、やっぱり。行くか、勝負だよ、あの犬。やってきた。やってきたぞ。やってきたぞ。来たぞ来たぞ。あ、行った。こいつだ。こいつだよ。お前に4000飲まれたからな。もちろん5回チャレンジでいきますよ。さっさと取って帰ろう。お前さ、いくらかかったと思ってんだよ。何、お前に。いけんなよ、メルカリの方が安かった。1万くらいでした。
100円入れ忘れた？マジで？やっちゃったかもしんない。400円だったらないか。カマだけ狙えばこっち引っ張ってくるだろうな。ここで行きますか。ちょ、押してみますね。あー、行けたか。あ、行けた。よいしょ。そう、なんかね、やっと取れた。でもお前いくらやばすぎだろこいつ。やっと取れたよ、スヌーピーが。最後なんかゴニョ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 ってなったけど、そう、まあ要は話すと土地を連続でやってたから、なんだろう、500円入れてるのに反応しなくて3回分なんなくて、あ、おかしいなおかしいなおかしいなと思って、多分ね微妙なあれでちょっとバグが起きてたんだか分かんないんだけど、まあとりあえずなんとかなんとかなんとか犬を取れた。休憩、もう疲れた。飯、なんでここで飯を食うか分かる？自分の愛車を見ながら飯を食うって、これぞ走りあるあるじゃない。スヌーピー取ってきてくれたの？うん。ちなみにここから先の映像はないってことは、これからは2人で動画で作っていくっていうことなんで、ちょっと待って、ちょっとごめんなさい、ちょっと待ってください、ちょっと今撮影中で、ちょっと待って待っていいですか、はい、ごめんなさい、なんか声をかけられて、ちょっとタイム、ちょっと今待ってねって言ったんだけど、よし、ほら、あ、スヌーピーだよ、これ良かったね、スヌーピー、これがクリスマスプレゼントだよ。これもくれるの？うん、クリスマスプレゼントだよ。ねえ。ほら。何を買ったか。お財布だ。うん。いや、何をあげていた？いや、長財布持ってないでしょ。持ってない。うん。とりあえずいつもちっちゃい財布使ってんじゃん。だからまあ2種類あってもいいかなって、ないものをあげれば間違いないかなと思って、うん、ありがとう。で、何？リンツ乗ってったやつ。あ、これリンツだよ。これあんちゃん、これ美味しそうなやつ、うん、これ美味しいよ、これうまいよ、ダメであげないよ。あなたはそれで、うん、なんかたくさんもらっちゃった、うん、で、あともう一個、何？ピリー、あ、銀の盾わかった、一発で謎の箱、これ汚ねんだよ、Google から届いたんだけど、梱包もこのまま来るから箱は汚いので、なんかいろいろ貼ってあったから上剥がしたんだけど、俺まだ開けてないの。なんでここをこれをここに持ってきたっていうことは、理由としては今大国にいるでしょ、うん、大国にいるでしょ、大国に、そう、大国に来たの。せっかくなら車の聖地でね、銀の盾開封するのもありじゃねえと思って、このチェイサーがあったからこそのこの銀の盾、さあ開封。家で開けたってつまんないっしょ、車の聖地で開けない。せーの、でん。あー。せーの。あ。あー。なんか書いてある。初めてのチャンネル登録者を覚えていますか？100人目は、1000人目はどうでしたか？100人目でもちゃんと記念動画残してある。1000人あったっけな。おそらく覚えているでしょう。そして10万人目のチャンネル登録者も記憶に残るに違いありません。そうだよ。だってあれじゃん。俺がトイレ行ってた時10万人達成したんだからね。チャンネル登録者数10万人達成というマイルストーンを記念してシルバークリエイターアワードを贈呈します。おめでとうございます。うん、そしてせーの、でん。うわ、来た、銀の盾。ほら、銀の盾こっち見て。そう、はい、なんかこれ一個、あ、どうした、不思議なとこ気づかない？
何、別に普通だけど文字もあってるし、これね理由はしてたんだけど、チャンネル名でユーテルファクトリーって書いたんじゃん。これのチャンネルユーテルファクトリーカッコドリフト僧侶なんだ。でもこれカッコドリフト僧侶にするとなんか俺だけがもらってる感強くなっちゃうし、結構いろんな人が出てるからなんかそれは嫌だなと思ってこのカッコは抜いた。そうなんだ、うん、何したいんだっけ。銀の盾、銀の盾食べたい。食べてないじゃん。だって本当に食べたらダメだよ。銀の盾は、あー食べちゃった、あやめて。ハート残した、あほらハート残した。プレゼントも渡したし行くか。行く場所は横浜行くんだっけ。そう、赤レンガ倉庫行ってクリスマスマーケットに行く。うん、じゃあ赤レンガ倉庫行くか。首がすごい気持ちいいの。あ、スヌーピー、あーすごいよ。何してんの。渋滞中暇だから、まあ、だって街行く人に手を振る遊びをしてる、うん、指さしてる、街行く人が指さしてるよ。ほら、いろんな人が見てるよ。ほら、ちっちゃい子とか見てんじゃん。ほら横浜に来て、なんかちょっと下飯食うと思いきや松屋っていうね。どう、うまい、行ったことないんでしょ、うん、到着。見てゴンドラ、ほんまにゴンドラできたんだろう、横浜に。ゴンドラがすごいある。なんこれで移動できんのかな。あ、すごい、あっちから移動できんの。並ぶじゃん。30分待ち。ちょっとやだな。1000円、片道1000円。あ、だったら乗ってもいいけど。でもちょっと待ち時間がな。ピッピッピッ。どうですか。ピッピッ。あ、意外と間近で見ると大きいね、これ。うん、おお。おお、すげえすげえ。どうですか。すごい。あ、すごい花火上がった。おお。あ、著作権が、著作権。着いたよ。何今の。赤レンガ倉庫前をチェイサーで走ってみよう。クリスマスマーケット、次はどこ行くの。次は六本木の欅坂通りに行って、あのイルミネーションの通りをブンって走る。六本木にチェイサーで来てしまったよ。ジャンプするやつじゃん。六本木来ちゃったよ。ライトアップしてないぞ。え、さっき光ってたよね。え、終わってんじゃん。あれ、あー、やってません。だってさっき電球とか巻いてたのに全部、うわ、全部暗い。ちょっとちょっとマジで、なんでこんなふざけた止め方してんだよ。マジ邪魔なんだよ。入った。このタクシーさ、どんなとこで止まってんだよ。最初の方の動画で映ってた牛久大仏は110だか120メートルだった気がする。ほら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 、あーすごい、東京タワー来た、チェイサーで、わーい。